これか、できるんだね。よかった。時間切れ、ああ、それは関係ないか。プレイ。高校、キャンパス、女子寮。ん？これでいいのか。うん。ガクガクだな、なんか。217号室、ここには絶対入らない。これどこ行くんだっけ、自分の部屋。肉屋の子は。自分の部屋どこだっけ。あ、マックスの部屋だ。んだ。マックスの部屋って何取るんだっけ。私の小さなお城。フィリップ・ロルカ・ディコルシア、あんなところにカメラを持ち込むなんてすごい絵。ジュリア・キャメロンのビクトリア朝の画面も素敵。アナログ中のアナログね。それにダリ、時間を止めて切り取る天才。マックス&クロエ、ずっと友達だったはずなのに、いい加減クロエに連絡しないと。遅くなるほど気まずくなるし。うん。このサイト大好き。ヴィンテージカメラがこんなに。ウォーレンってば本当おかしい。ここでちゃんと友達ができてよかった。お腹鳴ったな。何取り来たんだっけ、ここに。いつか映画のコレクションをきちんと整理する。それとテレビも HD にする。ケイトに10月は黄昏の国を借りてよかった。ブラッドベリー集めようかな。自分が18なんて信じられない。この年まで写真を続けさせてもらえてよかった。なんだっけな、メモ取り来たんだっけ。違うよな。 USB にメッセージまで仕込んでた。ウォーレンはお茶目だな。あ、いや、USB か。USB を取り来た。ノート PC が構ってほしそうにしてる。なんやないんだ、そこに。デーナがメモを置いていったみたい。ああ、なるほどね。取りに行くのか。レーナの部屋に USB を取りに行かなきゃ。どこだったっけ。本当のこと言いなよ、レーナ。言うまで絶対開けないから。まったく、リアリティショーじゃあるまいし。お願いだからドアを開けて。ジュリエット、どうかしたの？どうもしなかったらレーナを部屋に閉じ込めたりしないし。いい加減にしてよ。何があったの？あの女、人の彼氏とエロチャットしたのよ。ひどいね。なんでわかったの？あなたに関係ないでしょ。いちいち詮索しないでくれる？これまで話しかけたことないくせに。だから今話してるの。私の名字は？
イソン。ジュリエット・メイソン。ほら、やっぱりね。心配してるふりしてくれてどうもありがとう。ちなみに、ジュリエット・ワトソンだから。そうっすか、じゃあやり返すか。どうやってんだっけ、こうか。おう。ジュリエット、どうかしたの？どうもしなかったら、デーナを部屋に閉じ込めたりしないし。友達でしょ、と選んでみよう。いきなり確信ついたら嫌だよな。人の男とエロチャットするような人が。そんなことがあったんだ。でも、なんでわかったの？あなたに関係ないでしょ。いちいち詮索しないでくれる？これまで話しかけたことないくせに。だから今話してるの。私の名字は？ワトソン。ワトソンでしょ。意外。私の名字知らないと思った。知ってるよ。人と話すのは得意じゃないけど、困ってるならほっとけない。で、どうしてわかったの？ビクトリアによれば、デーナは男のためなら何でもするって。ビクトリアに聞いたの？そっか。チャットのログ見たって。ザックはさっきから電話出ないし、デーナが認めたらここを開けてあげる。絶好だけど。マッチ、本当に誤解なの。くだらない喧嘩を止める方法を見つけないと。レーナは根っからのチアリーダーだな。もう一回話すか。そういうことっすか。掲示板はここに何か貼った人たちのコラージュを作ってみたいな。ブラックウェルは広くないけど、まるで迷路。ブラックヘルへようこそ。うん。テレビラウンジ、そこ行きゃいいのか。出てたらダメか。入れない。ビクトリア・ワトソン。すいません。さっきの写真じゃなく、素敵な写真を撮ってあげたのは評価できるね。これだ、ジュリエットに見せるべきメール。さっさとプリントしてここから出よう。ないね。うん、だっての戻る戻る。メールを印刷する。どっから出てきたな、これか。これでデーナが無実って信じてくれるかな。まあでもちょっと人の部屋入るのは良くないよな。ジュリエット、これ。そういうこと？デーナ、ごめん。私がバカだった。本当だよ。信じられない。私がザックに手を出すと思う？分かってる。頭に血が上っちゃって。お詫びにおごるから。友達でいて。洗濯もやってよね。ありがとう。マックスは忍者みたいだね。ザックにビクトリアのこと問い詰めてくる。マックス、ありがとう。助かった。USB は机の上だよ。持ってきてくれないんだ。あとは USB を持ってボーレンに会いに行くだけ。愛しい USB。 もう二度と話さないからね。多分何かを話さなきゃ。デーナみたいな人気者なら
友達もたくさんいるよね。リア充の SNS を覗けるなんてすごいけど、ダメだよね、勝手に見ちゃう。あ、すいません、見ちったよ。読んでて悲しくなるよ。レーナ、さっきは本当にありがとうね。まったく、ジュリエットも子供みたいなことするんだから呆れちゃう。ビクトリアはひどいよ。あんなに恵まれてるのにどうして？友達同士なのに。ボルテックスクラブが全員仲良しと思ったら大間違い。特にビクトリアは敵が多いの。首を突っ込まないのが一番だよ。ウォーレンはあなたに首ったけたけど。どういうこと？どういうこと？別に。 USB の中に MAX っていうフォルダがあるの気づかなかった？ああ、なるほど。あれのことね。使うのじゃ、USB を。中身が全部あるか見ておかなきゃ。ウォーレンの隠しフォルダは見なくていいか。後悔しそうだしね。それはまあね。なんかどっと疲れちゃった。そうか。ウォーレンからメール、メールだって。駐車場にいるんだよな、これ確かな。間違えた。間違った。ダメだ、巻き戻そう。何を？だ、正しいんだっけ？ふけんなよ。いった、何すんの？ん？何？今のはあざになりそう。何したんだ？あっち行ってろよ。インタビューはお断りだ。生徒のことは何もかも把握しているんだ。黙っていないで何とか言え。何のことか分かりません。とりあえず写真を撮るか。いいか、よく聞け。俺の目はごまかせない。隠し事ができるなどと思わないことだ。分かったな。もうやめてください。なんで止めてくれなかったの？黙って見てるだけなんて。あかんのか、やっぱな。ケイトとデイビッドの間に割って入ればよかった。なんなのあの人。戻って別の対応を試してみるべきかも。いいか、俺は生徒のことは何もかも把握しているんだ。黙っていないで何とか言え。何のことか分かりません。ちょっと、もうやめてください。なんだお前は。仕事の邪魔をしないでもらいたい。
生徒を怒鳴りつけいじめることが仕事なんですか。なんだと、人聞きの悪いことを言うな。安全を守るためだ。嘘ばっかり。お前も要注意だな。このことはよく覚えておく。マックス、ありがとう。やっと追い払えたよ。もう行かなきゃいけないんだけど、本当に感謝してるから。気にしないで。ケイトを助けられて日常ヒーロー気分だけど。いや、割って入ってよかった。ああいうのは許せない。どうしてよ。ザックもビクトリアもなんでこんなことするの。ジュリエット、大丈夫？ああ、マックス、ごめん、まだちょっと動揺してて。ザックのことあんな風に知ったらショックだよね。本当にひどいよ。気づけただけよかったよ。これでビクトリアも陰で笑ってられないでしょ。ザックとは話せた？あのバカ、救いようがないくらい完全に腐ってる。エロチャットはジョークだって言い張って。バカじゃないの？なんかウォーレンが呼んでるけど。ああ、うん。あまり気を落とさないようにね。それじゃあまたね。ウォーレン、いたいた。本当に中古車買ったの？マックス、待ってたよ。はい、これ。ありがとう。ああ、うん。車買ったんだ。いいね、レトロな感じで。78年製だよ。これでどっか行こうよ。ニューバーグのドライブインシアターとか。本当古いもの好きだね。まあ、私もだけど。どうしたの？今日はなんかすごくいろいろあって。ビクトリアが顔にペンキ浴びたんだって。写真があったら金払ってでも見るのに。その話はしたくない。なんだよ、やけにピリピリしてんだな。茶化さないで。そういう気分じゃないの。 USB に入れてあった映画見てくれた？見てない。ごめん、勉強とかいろいろ忙しくて時間なくて。1年ぐらい貸してたのに。1週間でしょ。タイトルだけは全部チェックしたよ。ちょっと待って、食人族見てないの？見るわけないでしょ。これ以上人格歪んだら困るよ。俺は大笑いだったよ。どうなのそれ。そんな言い方されると傷つくじゃん。そういうつもりじゃないよ。大丈夫、ウォーレンの頭とセンスの良さは分かってるから。そいつはどうも。きっと他の子も。ごめんごめん。そうそう、今週末さ、俺の車で一緒に映画でも見に行かない？それどころじゃないかな。何を話すんだ。とりあえず話してみるか。ね、聞いてくれる？聞いてくれるだけでいいから。ウォーレン・グラハム先生に話してみな。悩みがあるなら何でも相談乗るよ。遠慮しないで。その前にお願い、誰にも言わないでね。ネットに書くのもなし。当たり前だろ。大丈夫、話してよ。今日ね、ジェファソン先生の授業中に本当ありえない体験をしたの。未だに信じられない。ウォーレンは映画みたいにリアルな夢って見たことある？マックス・コールフィールドだな。お前ジェファソンの取り巻きだろ。授業なら受けてるけど。
同じことだ。写真を撮ったな。お前女子トイレに隠れてただろ。何を見たんだ、ハケ。さっさと答えろ。別に。蝶々なら見たけど。嘘つくな。白状すれば多めに見てやったのに。あんたなんか怖くない。てめえ、俺がどこの誰か全く分かってねえらしいな。知ってるよ。お金持ちのバカ息子でしょ。生意気なく口を聞くな。余裕かましやがって。人の心配してる場合か。下がりなさいよ、姉さん。てめえ、俺に指図する気か。いい加減にしろよ。ちょっとやめてよ。俺に指図するんじゃねえ。親も校長もお前も全員黙れ。マックス、クロエ。ふざけるな。またお前か。逃げろ、早く行け。早く乗って。おい、てめえら、どこ行くつもりだ。逃げられると思うなよ。ただじゃ置かねえからな。自分で通してみちゃったじゃん。いいね。なんなの、あのネイサン・プレスコットってやつ。シャレになんない。もう勘弁してほしい。こら、ありがとう。5年経っても相変わらずだな。そんな顔すんな、久々に会えたんだし。ほんと、会えて嬉しいよ。それから、ありがとね。今日はいろんなことがありすぎて。私も同じだよ。で、さっきのは何？さあ、でもあれ、プレスコット家の子だよね。バカ息子な。あの男子やるじゃん。ウォーレンね。借りを作っちゃったな。借りは面倒だぞ。トラブルまで起こして。静かな街だから帰ってきたのに、全然落ち着かない。シアトルは肌に合わなかったんだ。そうなのかも。楽しかったけど、地元から離れてちょっと寂しかった。都会の方が好きそうだけど。そっちこそどこの不良パンク少女かと思った。減らず口は変わらずか。そうでしょ。帰ってきたのはブラックウェルに通うためだろ。写真の授業で有名な学校だし、マーク・ジェファソン先生に教えてもらえるんだよ。つまり私のために戻ってきたわけじゃないと。クロエとも会いたかったんだよ。どうかな。5年間音沙汰もなかったんだ。ごめん、クロエも大変だったんだよね。いなかったくせに何がわかんの。私だって好きで引っ越したわけじゃないんだよ。戻ってきて1ヶ月も連絡よこさなかった言い訳は。学校に慣れようと必死だったの。内気な自分はもう嫌で、連絡したいと思ってたよ。ジェファソンにはそんな見え透いた嘘つかないだろ。いいよ。ちゃってるよ。子供みたいに泣くなよ。泣いてなんかない。でもこのカメラどうしよう。困ったな。うちのクソ親父の工具使えば修理できんじゃない。専用の工具がいるんだけど。そりゃ失礼。でもガレージの中にはいろいろあるから、とりあえず見てみな。決まりだな。車用工具で直すか。全然変わってないね。ボロ屋へようこそ。
ここでやめるか。